もっとやらんと。上溝選手なんか安心というよりは危機感しかない。はい、お、やってますね。撮ってる撮ってるです。移動が結構長かったと思うんですけど、はい、コンディションどうですか？問題ないです。バッチリです。あのチームの協力もあって早めに移動させてもらって、今日も練習できて問題ない、最高のコンディションです。頑張りましょう。頑張りましょう。お疲れ様です。待ってました。森選手、お誕生日おめでとうございます。昨日ありがとうございます。すごい誕生日でした。どんな1年にしますか？しっかり誕生日していいスタートを切りたいと思います。昨日お誕生日でしたけど、森先輩が森から森選手へ、なんか惜しいよね。いや、なんかでもなんかこの感じで27歳ってちょっとなって感じですけど、もう風格が出てきちゃってちょっとね、やきもち焼いてんのか。ずっと23歳ぐらいみたいなさ。下じゃんそれ。確かにね、年をなんか取らない感じですね。若さを失っていないっていう、うん、そういうことで。頑張りましょう。頑張りましょう。来ました。菅野選手、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いやいや、十分です。どんな一年にしますか。おめでとうございます。続いてるまだ。まだ続いてる。はい、続いてます。もちろんそうですね。38歳だったんで、まあ、カジやってくださいね。そうだね、まあね、こういう環境でやれるっていうのはね、すごく幸せなんで、一日一日噛み締めて
いい結果で今年終わりかなと思います。ありがとうございます。すごい水来ましたね。いや今日は冷たいです夏だ。そうですよね。これいけるか。10個も違うか。おめでとうございます。ありがとう。20個違うから。クーラーボックス持ってもらっていいですか。そうだね、持って帰るわ。なんか入ってるお祝いのものとか。お祝いのものが入ってる。基本的に持ってください。何もできない。はい、ありがとうございます。頑張って。頑張ります。Oh, God.
このように試合が開催することができました。関係者の皆様、本当にありがとうございます。そして被害に遭われた皆様に対しては心からご御礼を申し上げますとともに、これ以上被害が広がらないことをご御礼申し上げます。行こう点取ろう。行こう。
イム決めた南野、1対1追いつきました。いやもっともっとやらんと、上溝選手、なんか安心というよりは危機感しかない、まあ、特に集団系とかはかなり意識変えて個人的にも取り組んでるんで、まあ、チーム巻き込んでもっとやれたらいいかなと思います。まあ、本当にさっきも言ったように、あの相手にヒール使われるとか納得できないし、許されへん、俺はもっと言っていきたいし、そういうところ突き詰めたい。ゴール裏に行こう。あの今回台風で、はい、台風だけど、はいはい、サポーターの皆さんたくさん来てくれたと思いますけど、サポーターの皆さんへ、まあ、サポーター来てくれるっていうのはプロサッカー選手としてはとても嬉しいことですし、まあ、僕はかなり上目指してるんで、まあ、サポーターにはもっと来てほしいっていうのも要求したいし、まあ、それに応えるようなパフォーマンス選手していかないといけないんです、まあ、もっともっとやって、まあ、サポーターだけじゃなくてチームの人とかかなり動いてくれたので、そこは感謝してもっとやっていきたい。次は勝ち点3になるようにみんなで力を合わせて頑張っていきましょう。はい、お疲れ様。